マドリューペラ・フィタクラロ渓谷は、アンドラ広国の南部に位置する。2004年に、ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録され、2006年に、登録地が拡大された。マドリューペラ・フィタクラロ渓谷は、アンドラの南部、アンカム、アンドラ・ラベリア、サン、ジュリア・デ・ロリア、エスカルデス・エンゴルダニの4つのパローキアにまたがっており、国土面積の9%を占めている。岩山や氷が 森林、湖といったピレネー山脈の自然の中に、集落や牧草地、山小屋、鉄の精錬所跡などが点在しており、700年以上にわたって山岳地域の人々が営んできた生活の文化的景観を世界遺産としたものである。2001年12月より、イコモスのアンドラ国内委員会が準備を開始し、2002年7月に暫定リストに含めて提出した。 2003年1月、アンドラ政府関係者とアンカム、アンドララベリア、サン、ジュリアデロリア、エスカルデス・エンゴルダニの各市長がマドリウ・ペラフィタ・クラロ、警告保護管理検証に共同調印し、正式に世界遺産への登録をユネスコに申請した。なお、当初の登録名候補は、マドリウ・クラロ・ペラフィタ警告であったが、後に、現在の順番に変更されている。 2003年3月、ユネスコ世界遺産委員会が申請を正式受理、同年10月よりイコモス及び IUCN による現地調査が開始された。2004年7月1日、第28回世界遺産委員会において文化遺産として正式登録された。2006年7月、バッファーゾーンを加えて登録地が拡大された。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。